棒ラーメンの金字と醤油豚骨作らさせてもらいます。乾麺ですね。あと、調味料、2人前入ってます。とスープも調味油、に、ごま油と鶏ガラスープの素と塩。ちょっと、ニンニクと生姜少し入れます。ニンニク、生姜、調味油とスープの素と、ニンニクと生姜とラー油、これも全て大体です。それで、鶏ガラスープの素少し、これ辛い、ね、いつもちょっと説明してますけど、辛いんちゃうんかいっていう意見多いんですけど、あのスープたっぷりでやるんで、野菜もたっぷり入れるんで、このような形してます。もうスープの音はできてます。次に昨日も焼き鳥で使いました、鶏のもも、1枚使います。1枚多いか、半分しようかな。じゃあ1枚で、1枚する、お願いします。
どうやってしよっかな。感覚でやってます。で、6等分チャーシュー代わりに使います。これを、切れ目入れて火が通りやすいようにします。感覚でやってます。一枚物の鶏を切れ目入れていきます。でこれで焼いていきます。これまあ分厚くても相当こんだけ切れ目入れとったらすぐに、焼けると思います。またこのまま食いたいぐらいです。とりあえず肉炒めよう。鶏肉を炒めます。若干油多めでいいですね。別のフライパンで油が多いんで照り焼き、これを少し絡めて
それで鶏チャーシュー、鶏チャーシューできまして、もやし、これで炒めます。ああ。湯を切ります。スープ多めで、味増ししてるんでこれぐらい多めに入れても結構です。自家製鶏チャーシュー、こんな照り焼きで炒めたいです。こう出来上がりました。あとネギを乗っけたら終わりです。マルタイ鶏もやし二郎系ラーメンできました。できました。どうでしょう。うわこんな、うわ怖っ、怖い怖い怖い、うわ怖いわこれ。よっしゃ、そのやべやべ、うわうわうすごいか、やばい、うわこんな、うわこんなところ、うわ、できました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 。ちょっと、しゃーに、しますか？こんな感じ。うわ、すごい。できました。一人で撮ってます。一人でできた、こんな感じで。あ、ここ暗いな。いただきます。いただきます。うわこれ鶏チャー、鶏チャーシュー、鶏チャーシュー、もやし二郎系、マルタイ、ラーメン、胡椒。いきなり胡椒いきます。うわ。麺硬い麺。
万博さんありがとうございます。いただきます。うん。これすごい。これうわ。よっしゃ。うん。うまっ。うん。鶏チャーシューうまい。僕さんこんにちはです。マルタイラーメン二郎系やってます。うん。うん。うまいです。うん。してるけど汗出てきます。鶏チャーシュー、う
うまこれいっぱい、めちゃくちゃ腹いっぱい。汁どうしよう。すいません。ごちそうさまでした。終了12時17分です。ごちそうさまでした。ラーメンライブ終わります。